はい、どうも、ねんです。今回ですね、満身視点になります。で、この機体ですね、かなり黒部で強化もらってるので、ちょっとそこら辺をね、詳しくお話ししていこうと思います。で、武装欄見てください。右の武装欄ですね。こちら、下特殊射撃でゲロビになってます。で、それ以外の特殊を押すと、今のようにスタンするゲロビですね。これ生地でも撃てるんですよ。通常時でも撃てるので、まあそこら辺がかなり強化点なのかなと思いますね。やっぱ自衛しやすくなってると。そして、この NTD 中ですね、見ていただければ分かるんですけど、ゲロビ撃てます。前は撃てなかったんですけど、ほら、このように撃てるんですよ。なので、その NTD 入ったから、まあ、放置でいいや、みたいな。NTD って前出てこないと基本放置でいいって感じなんですよ。そのビームしかないので、今までは。なんですけど、この黒部でゲロビが撃てるようになったので、相手は放置できないと。だから強みも、出てきましたね。そしてですね、格闘。この機体、格闘もらってます。新規格闘、前特格ですね。まあまあまあ、食いつきやばいんですわ、これが。上にいる相手とか、下にいる相手に打つと結構やばいですね。まあそこら辺はね、次の試合でちょっとやってると思うので、まあそこら辺はちょっとまた次の試合にお話ししようと思うのですが、この機体、今回ですね、2号と組ませてもらってます。で、S 格でやってるんですけど、このゲロビのリロードがやばすぎて、これ NTD 中に打つんですけど、これ、はい、打った後、もう一回打ちます。はい、これリロード2秒ぐらいです。で、なんと威力250オーバーです。で、根性値が入ってたら多分270とか280下手したら出るかもしれない。まあかなりやばいですね。この NTD 中にゲロビ打てるっていうのがやばいですね。だから S 角中とかでもゲロビ打てるので、まあ火力も高いし、放置もできないしで、まあ相手からしたら相当だるい機体なんじゃないかなと思いますね。まあそうですね、まあもうこの試合終わっちゃいそうなので、詳しくは次の試合からまたお話しします。それではじゃあ次の試合行ってみましょう。はい、それでは2試合目ですね、行ってみましょう。この試合はですね、特殊格闘系ですね。 N 特、前特も使ってるので、前特は新規格闘なんですけど、 N 特の方はちょっとモーションが変わってます。まあそこら辺もですね、注目してみていただけたらなと思います。はい、で、特殊格闘関連なんですけど、こちらダメージもかなりいかれてます。誘導とか、その食いつきとか、今の見たこれ以外にもダメージもかなりいかれてますね。特殊格闘3セットやります。こちらボタン連打するとヒット数上がるタイプなんですけど、これで273減ります。3セットやればですね。で、前特で掴んで出し切った後に、N 角連打して射撃派生、こちらが270弱、266ですね、減ってます。まあ、ダメージもかなりいかれてるんで、そのもう結構パナしてもリスクとリターンが見合っちゃってるんで、まあこの機体前出ても後ろ行っても本当に強いなって感じですね。後ろ行ったら行ったでゲロビあるから相手は目離せないし、前行ったら行ったでああいう風に荒らされるみたいな。で、相変わらずブメとか、ブメがね、でもちょっと弱くなったかなって感じたんですけど、まあまあまあ、それでも強いですね。で、まあそこら辺、前出ても強いし、後ろ出ても強いと。まあこれ次の環境機体なんじゃないかなって感じはしました。使ってて。なので今のうちにね、バレてないんで、今のうちにこっそり練習するのもいいと思います。っていうか自分は多分します。はい。で、この機体ちょっと永続の話になるんですけど、260で、この機体永続入ります。はい、そこも変更点ですね。で、コストオーバー受けると2500コスト同士で組んだ場合ですね、コストオーバー受けるとこの機体260で落ちてくるので、もう永続中です。そこもね、強みなんですよ。だから2500コストと組んだ場合はすごい後落ちは本当はしたいなーって感じですね。そこら辺も強化点の一つなんじゃないでしょうか。で、この前得ね、ああいう風に逃げにもやっぱ使えるので、サーチ変えて緑ロックで前得やるとああいう風に結構ピョン角みたいな起動するので、まあ逃げにも使えるのかなと思います。はい、じゃあ次の試合行ってみましょう。はい、じゃあ3試合目見ていきましょう。この試合はですね、NTD 中の緑ロックでの前特格がピョン角気味になるんですけど、
まあ、そちらの強さを見ていただけたらなと思います。やはりこれ相手のドンピシャねガードしたんですけど、これね実はねこの機体通常時にですねカウンターがあるんですよ。下特角でカウンターあるんですけど、それがなんとビームライフルとかねああいう射撃系撃たれた際に勝手にシールドに変わるんですよ。で格闘とか相手がしてきた際にカウンターが発動すると、まあ便利だね。最近で言うと動画上げた中だとライトニングがそうでしたね。ライトニングのカウンターもああいう仕様でした。だからね今後ねまあカウンターの仕様変更とかはああいう感じになるのかなとちょっと思いました。はい。で耐久これ259、これ最強ですね。根性補正も入るし、まあ永続入ってるしね。でまあここはねちょっとね耐久維持したいところでしっかりビームライフル当てて、これねこの機体ゲロビがあるからまあ放置されないっていうのもそうなんですけど、これ前出たら出たでねこういう風に荒らせるし、もう暇な時間が特にないんですよ使ってて。永続入ったらもう暇な時間ないから、これねめちゃくちゃ面白いですよこの機体。本当におすすめです。まあこれメイン機体にしようかなと思ってます自分は。はい。でこれビームライフル固めて下隠せ技うまくめくれましたね。でまあここをちょっとね被弾して225になってしまったんですが、はい、ここは、サーチ替え前特角ですね。緑ロックに入れての前特角で逃げてゲロビー当てて、この後もねまたやるんですよ。サーチ替えして緑ロックに入れてと前特角と、これめちゃくちゃ強いんで本当に完成ジャンプこの後すれば今みたいに距離離れるし、でこれ別に特別難しいことしてないんで緑ロックに入れて、前特してるだけですね。で逃げれると、なんかこれはね本当おすすめですねこのムーブは。はい。で耐久は109になってしまったが、はい、ここからビームから前特角、そして特殊格闘追撃なんですが、これねコンボミスねひどいね。でもねあの気をつけてほしいです。あれねなんか特角掴んだ後に格闘ボタン連打するんですけど、その後ねなんかすぐ投げないんですよ今みたいに。だからねあそこミスしやすいポイントなので、まあしっかり練習してからやりましょうということで自分も練習します。はい。それではじゃあ次の試合行ってみましょう。はい。4試合目ですね。お相手はラジカルゴンのシナンジュドレノ、そしてこちらがキンスモーバンシーの組み合わせですね。でこの試合ですね、まあよく対戦する仲なんですよ。で、まあ相手もどういうプレイかっていうのはもう自分も知ってるので、で、まあゆっくりとした試合展開になるなと予想してました。で、試合始まる前にじゃあ意識してたことというのは、まあゆっくりとした試合展開ならば、永続はすごい大事にしたいなと。で、この機体永続中でもやっぱりゲロビが打てるということなので、まあ今作からなんですけどね。そこを活かしたいなと、試合始まる前はめちゃくちゃ思ってました。なので、その永続入ってからはもうすごい丁寧に丁寧に絶対取られないような距離を常にキープする。相手が前に来たら下がれる距離で、相手が下がったらゲロビを当てに行ける距離ですね。もうその距離感というのをすごい意識してるので、まあそこら辺をちょっと見ていただけたらなと、見どころの一つでもあると思います。で、不覚のシナンジュに覚醒通されてしまいましたね。いやカウンターやっとけばよかったな。あれねバズカ打っちゃってるんだけど、バズカシールドやろうと思ったんだけどカウンターでよかったね。はい。そうこう話してるうちに、76永続溜まってて覚醒もあるので、ここは落ちる前にしっかり覚醒入って、S 角でビームズンダー、相方のフォローもありしっかり取れて、ここはゲロビ当てれて、今ね前捨て出ちゃったんだよ。あの上にゲロビを振ろうと思ったのね、坂だったからなんかこう奥にズサーって行くなと思って上にずらしたくてやったら前捨てが出ちゃったんですよね。いやーあれフルヒットだったらもしかしたら落ちてたかもなっていう場面でしたね。まあ結局でもゲロビで落とせてるんで、まあよしとしましょう。さあこの耐久、ここね後落ちを自分は選択してます。もうっていうのもコストオーバーで260で、落ちてくるので、コストオーバーでなのでまあ強みですね。永続で落ちてくるので、で相撲を前出したいんですよ本当は。不覚なので覚醒通しやすいし、まあ通せたらでかいしで、だからここはもう後落ちを選択ですね。でもこの時にはもう自分下がると言ってます。なので、相方のキラ君ですねに落ちて落ちてと言ってるので、もうここはキラ君がガンガン前行ってるところですね。はい。で自分はもうその取られない距離を常にキープしてるっていう感じですね。
で、あわよくばこのゲロビーを狙ってるんですが、失敗。で、この後ね、マジだらしない死に方するんですよ。今の生ステップ出て、ちょっとひよって、はい、ビーム変なところから撃たれて食らって、まあしかしね、これ260あるので永続で、はい、格闘さえ食らわなければ落ちないって感じなので、この時にはもう格闘指導さえ食らわなければいいと思ってましたね。そしたら覚醒も溜まるし、まあ勝てるでしょうといった。さあ、ここ相方が格闘決めてるので、ここはドレノに攻め立てるんですが、シナンジュが戻ってきたので、サーチ変えて、マイトクでフィニッシュと。これはなんでマイトク振ったかというと、相手の格闘指導さえ食らなければ落ちないと思ったので、で、特格はですね、判定がめちゃくちゃ強いので、まあ負けないだろうな、といった感じで振りました。そしたら通ってくれて試合が終了と。はい、以上4試合がバンシー視点です。そうですね、今回は2500コストと組んでたので、次回は3000コストと組んでのその公営の立ち回りとかもしっかりお話ししていきたいと思います。チャンネル登録、高評価、そしてコメントをお待ちしてます。それではまたお会いしましょう。さよなら。